前回のパートの最初のところで、この赤いやつの名前をチーマメなのに赤豆だと間違えてしまって申し訳ございません。謝罪させていただきます。言い訳させて。黒豆がおって赤いやつがおったらさ、普通は赤豆ってなるよね。いやだから間違えたっていう言い訳はしたくないけど、そういうことなんですよ。ちょっとそういうわけなんですよ。ていうか君本当に何チマメなの、なんでチーなのかちょっと教えてほしいんですけど、教えてほしいんですけど、ねえキマメくん、君だってそう思うよね。てわい、お前顔変わっとるぞ。いつまにかなんか人間味のある顔になったね君。え、何があったの？次か、あ、これタイミングゲーや。またも覚えてないやつやな。ティン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 。え、なんか、これ、あ、一番飛んだあかんパターンのところで飛んだのが、あれ、これたまに不定期ないよ、もしかして。よいしょ、あ、届いてないけど、タイミングはこういうことか。おっしゃ、あとただ早く使って思って、結構俺そういうパターン系苦手なのかもしれないんで、これ乗って、これ乗って、ここで、お、よかったで、ここ、こうして、ここで落ちたらちょっと、また先のだるいやつやらなあかんの。先のタイミングの、だるいやつやらなあかんの。よいしょ。こっちか。これやな。んで、ここの持って、危ない。よいしょ。やさか、ジャンプ。最後。誰これ何？これ何？これ何？あれこれ何？え、何これ？あー、あのスイッチ押さなあかんかった。あのスイッチ押さなかった。見てなかった。あん、あん、うん。見てなかった。あんなスイッチあったんや。やら、やってくれやがる。ここで、あっ、落ち着け。あ、落ち着け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 。よいしょ。平常心って言葉さっき言ったばっかやろ。あのスイッチ、あ、お、これでも当てる。あれ、え、ちょっと待って、この、え、まさかこれ制限時間以内に入るパターン、しかも開いた時間めっちゃ短い。ここからでも押せるんだろ。こっから押して、こっからポンポン飛ばなあかんパターン、なかなかハードじゃない。あ、そうでもなかったわ。そうでもなかったわ。一回でいけたわ。なんだ。あー、これまだ落ちてる。最初からパターンでないか。これはまず、ここか。これはさっきも似たよ。似たようなもんやったっけ、いけるだろうって言おうとしたんやけどな。やべえ、やべえ、全然クリアできねえ。うん、ここだ。よいしょ、よいしょ。ああ、よし、よし。調子に乗るな、調子に乗るな、調子に乗るな。よし、よし。
うっす。あ、ちょっとかん、でもこっからよいしょ。やべえ、そんなどうしようもないところで落ちるなよ。私に変わる瞬間が超気持ちいい。全然気持ちよくなかったわ。ようやく立ってこうしてこう飛んだら、ここは案外簡単という。謎の簡単ぶり。立ってまたここかって気分ですな。よし、これ斜めに飛ばなあかんのか。よいしょ、案外いける、案外いける、案外いける。ここは長いっけん。どうやって飛ぶ。あれ、あ、これもしかしてちょっと降りてのパターンなんだ。あれあれあれ、あ、ちゃうわ、これこう綺麗に、あ、これはまだ簡単なのか。上が屋根がちょっと低い分ちょっと降りにくいパターンのやつ。よし、それはまだ問題ないんだ。よいしょ、ああれあれ、何が悪かったんやろ。ここ難しいよな、俺としては難しいよな。よいしょ、綺麗にコントロールしなきゃいけない。ここはただうるつるだけ、うつるだけなんやけど、ここはなんだろうな、うつるだけじゃない、何か思ってる気がする。こうすればで、ここで離して、あ、いけた、ちゃうな、ちゃうな、あれ、どうやって映ればいいんこれ。え、何これ。ああ、いけたわ。あれ、いけたな、普通に。なんかちょっと何が起きたか自分では分からんけど、いけたな。これ上の追って、え、これからどうすればいい、こっちか。え、あれ、結構遠いで、飛べるの、あそこに飛ばなあかんのか。向こうなん、え、向こうなん、これ難しいぜ。え、これ間違えたか、間違えたのか。いや、あっとよな。いや、あんなところ届くん、え、届く気せえへんよ俺。行ってみるしかない、あ、行ってみるしかないよな。よいしょ、あ、届いたわ。案外簡単に届いたわ。見た目だけだった、びっくりした。よかったよかった。あ、ベッドや、こっから、あ、夜にならんまで寝れませんね、言われた。夜じゃない、寝れんの。え、これベッドリスポーン変えるためのやつだろ。え、ミスしたらもうその時点でリスファック最初からパターンのやつで、夜になってよベイベー、夜になってよベイベー、ならないよね。よいしょ、行くしかない、飛べ。そしてここも飛んで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 回って回って回る。ああ、あ、いける、そんなに落ちてない、そんなに落ちてない。あら、シフトを押しながらジャンプするをダメと見た、ダメと見た。ならばこのくらい。夜になってない、夜になってない。よいしょ、厳しい戦いが続きます。言い過ぎだ、夜になってない、なってない。よいしょ、なんだろうな、こういうちょっとずれた段差を飛ぶっていうのはなかなか難しいもんですね。慣れてないだけに。よいしょ、あー、危ない、夜になってない。あかんよ、このパート夜になってないがメインのほとんどを占めるような、そういう感じの実況になってしまうかもしれんね。よいしょ、よし、でもコツは掴んだ気がする、掴んだ気がする。お、感覚でジャンプする左に動くタイミングっていうのが分かったか。お、いい感じ、いい感じ、長いな、あっ、あー、そんなに落ちない、そんなに落ちないぞ。あ、連鎖落ちる、一回落ちたらちょっと月あたりでさらに落ちる、そういう連、あー、うん、登る苦労と落ちる苦労のギャップ点がすごいですね。ミスった時に2段ぐらい落ちて、
まあそんな感じ。あ、もし、あ、ようやくここ耐えよう。いやーやると思った俺ちょっとやると思った、最後の最後でやると思った。あ、こっからかい。お、ようやくこれだ、400超えた。夜になっただろ、そうそう夜になっただろ。よいしょ、もういいよ、もうちょっとクリアしてやる。よいしょ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 。ああ、あ、意外と慣れたかなと思ったらそうでもないわ。同じことを何回も繰り返しちゃったらさ、本当なんつうか垂れるね。なんか薬指ってね、実際あんま日常生活で動かさんようなイメージがあるわけじゃないです、人差し指に比べたね。そのせいでなんかこうアスレで左に回転しながら飛ぶこういうところとかあったら薬指がすっごいつるつる、危ない。あでこれ、あー、あらら、お、いいペース、あ、今のは危なかった、今のは危なかった、いいペースで言おうとしたら危ななるっていう、言ったら危なくなるの現象。ほんとちょっと薬指がちょっとやばいんですけど、俺ちょっと人生で薬指こんなに使ったの初めてかもしれないぐらい。あの、なんかなんつうかさ、指お手手遊びっていうか指遊びというか、保育所とか幼稚園とかでやるじゃないですか。その時小指だけ立ててみてくださいってたまに先生が言うじゃないですか。その時の小指だけ立てるって辛いけど、それをさ長時間やりっぱなしにした後みたいな、こんな疲れです。例えとしては分かりやすいんじゃないか。やばい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 、なんか新しい風景が見たい。新しい風景見てないよ、見てくださいよこれね。皆さんにはこのちょっとやや離れた感じの崖みたいに見えるでしょう。ただ俺には結構100メートルの崖みたいに見えてるんですよ今。体感ね、ね、もうそれだけちょっと切迫した状況ってことを教えといて、まあ知っといてほしい。ああシフトの押しが甘かった。要するに視聴者さんに何が言いたいかって言うたら、めっちゃここから向こうに飛ぶだけでもめっちゃ緊張感あるんですよ。だからもうなんていうかあれですね、なんだろう、なんて言えばいいかな、3000m とかそういう長距離走るスタート1分前のコールの時ぐらいの緊張感ですよ。陸上部にしか分からんか、俺駅伝部だったけどそういうことを言えるんやけど、確かにそんな緊張いくか、よいしょ。あ、もうこれだけで緊張感が、何あれ何あれ。スイッチあるけど、ああ、なんもないわ。え？おい、なにこれ？え？ちょっと待って、ちょっと待って。え？水中系のステ、え？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 ちょっと待って、これ。あ、空気ある。あ、こっからなんか、下の、水のないところまで一気に行けって感じだったんか。え、こんな怖いもんある。え、こんな怖いもんある。ちょっと休憩じゃ、俺。薬指がやばい、薬指が。